はい、皆様こんにちは。始まりました、古田美恵子のライフセッション、今日は28回目になります。ちょっと桜も散り始めましたが、本日は素敵なボーイフレンドをゲストとしてお呼びいたしました。森武さん、あの芸名森健さん1時間よろしくよろしくお願いします。お願いいたします。はい、カルチャーのコーナーで、はい、あのカルチャーでご紹介するのよどうよカルチャー軽いっていう字ですか。あ、そうですね、はいはい、あの森健さんとは、はい、直接 の、うん、あのおつながりっていうかお目にかかったのは5、6年ぐらいですが、そうですね、紐解けば、はい、40年前ぐらいにいろいろな共通なところで、はい、遭遇してたかもしれない。あ、そうですね、そんな感じの、プラチナエイジ2人で、はい、2人合わせたら20歳の子は6人ぐらいいるぞ的な番組構成で本日参ります。確かにそうです。で、私はあのいつも目にかかるときは深夜遅い時間帯でかなりご酩酊状態でしたので、はいはい、まあ、この時間に申し上げていいかどうか分かりませんけど、はい、ただのエロ親父と思っておりましたか。24時間エロ親父。そうですか、はい、ところがお昼間のお日様の下で見る森健さんは非常に真面目で、あのナイスなダンディで、はい、あの大好き、ありがとうございます。そんでもって、じゃあ森健さんはどんな人ですかと、はい、いうことで、はい、じゃあどう、お若い頃からいきましょうかね。あの一応何ですか、職業のくくりとしましては、はい、あの横文字になる系の横文字で、まあ、コピーライターということでご紹介でよろしいですか。一応、まあ、コピーライターとね、CM プランナーというのが、はい、本職ですね、はいはい、で今は、まあ、学校の先生等もされているということなんですけど、もともと、もともと何よ、もともと、まあ、もともとはね、まあ、フリーターみたいな、ね、ことをしてたんですね。トラックの、ね、運転手をやってたりとか、はい、まあ、いろいろと、まあ、今で本当にフリーターみたいな、まあ、そんなことを25ぐらいまで、ね、やってまして、まあ、就職したこともあったんですけれどもね、ちょっとその業界がちょっと肌に合わなかったというか、どうもうまく馴染めなくて、片木のもちろん片木それでいわゆる肩着で、はいはい、で、まあ、そんな困難がありまして、である時、デザイン事務所の社長と会いましてね、でそのデザイン事務所の社長がうち、に来ないかなんて言って誘われて、で何をするかということも決められないままデザイン事務所に入社することになって、でひょんなことから、まあ、コピーライターになってしまったのが26歳なんですね。でもその方と知り合いになるってことは、いわゆるおしゃれな僕ちゃんでした。いや、おしゃれうるさい系、あ、また私たちってバンとかジュンの世代じゃないですか。ええ、そうそのなんか、だけどバン派とジュン派と置かれるじゃないですか、どっち派？ね、高校1年生の時はバンだったんですけども、高校2年生からジュンになりまして、はい、分かるわ、あのジュンの方がいいかな。あ、私も最初からジュンだよ。ジュン派だよ、ジュンとネネって飲みましたよね。そう、関係ないですけどね、はい、いたけど、まあ、途中からあのヨーロピアの方に、ね、変わりました。ヨーロピアエレガンスね、うん、はい、送りました。そうなんだ、で、まあ、それはね、直接的なそういうことは関係はないと思うんですけれども、まあ、コピーライターという仕事は、どうやったらなれるのかなみたいなふうに考えたことはあるんですけれどもね、何分あればっかりはなり方が分かんないんで、あの当時、私も実はね、コピーライターになろうと思ってた時があったの。で、私国文科なんですけど、あの頃ね、あの、なんだっけ、あの今富良野で、あの、倉本、あの方はコピーライターで、はい、そのコピーライターっていう言葉がまだ日本で定着してないんで、コピーライターですっていうとライター屋さんかと思われたっていう、よく一話であるんですけど、ライターって火をつけるライター、ね、そう、コピーライターですっていうと、ライター、ああライター売ってるとかって言われたっていうのがあって、あの時ね、東京に、ね、久保田宣伝研究所がありますよ。久保田ですね、今の宣伝会議の前身ですよね。そうなの、それで私ね、そこに大学行く時に行こうかと思ったこともあるんですよ、実は、今初めてお話しますけど、あの、そうなの、なんか取り寄せたことがある。ただ、お邪魔だったので、
親がそんな遠くに行っちゃいけません、悪い狼に。ああ、お嬢様ですもんね。どこでもなんなので、うん、あの狼がいるって言うんで、東京にはね、東京には狼がいる、名古屋にもいたぞって感じですけどでもどこかにかかることなく50年まで来まして、はい、50歳からの社会復帰なの、はい、まあ、それいいとして、はい、でそのデザイン事務所に入って、はい、うん、それで、うん、コピーライター何、うん、なんか考えろって言われるんですか、そういうところに入ったらどういうふうに仕事が来るの。いや、最初はですから、あのそのデザイン事務所の社長が、まあ、あのこの広告にはどんな、まあ、今でビジュアルですね、どんな絵がいいと思うかとか、ちょっとお前、うん、自分なりに考えてみろとか言われて、うん、ではいなんて言って、で、まあ、ある時社長が、あの今度今の JR ですね、当時の国鉄のポスターの競合があるから、まあ、いわゆる代理店でコンペですね、コンペ、はいはい、でお前ちょっとコピーを一回書いてみないかと言われて、で、まあ、コピーライターの、まあ、なんていうの、一番最初の作品というかになるんですけれども、最終的にはコピーを書いたんですね、はいはい、コピーを書いてみて、でそれをまあコンペで、まあ一応ねコンペの作品として、をね候補として出したら、それがうまく数社何社だったか忘れちゃったんですけども、選ばれて、でポスターになってしまったんですね。そしたら周りの人が、お前森くんいいじゃないの、コピーなかなかいいぞいいぞなんて言われて、でもうおだてられて、でコピーライターになってしまって、30年以上経ってしまったと、すごいですね、うん、だから本当偶然ですね。で、まあ、そんなこんながあってデザイン事務所を、まあ、1年足らずで、うん、まあ、退社して、うん、航空代理店にね、うん、また転職というかね、そちらに行って、まあ、同じ業界で、そう同じ業界ですね、広告業界、はいはい、で、まあ、広告業界はいい加減な人が多いんで気があったというか、まあ、水があったというか水を得た魚らしいですわ、はいでそうそう、それでそこがまたね、うん、あの偶然にも私が、うん、あのお洋服が好きだったので、まあ、いい時代でしたもんね、うん、あの頃、ね、本当にバブルの始まる前ですよね、そうですね、あのヒルトンは来るわ、うん、いろんなあの外国のブランドが入ってくるわっていうね、うん、そういう時代の広告代理店で肩からセーターかけて何々ちゃんみたいな、ああ、まあ石田純一みたいなまあ私たちはね、まあ、あのコピーライターとかね、コピーライターは意外と暗い人が多いさ、おたかけ、オタク系に近いかな。でもなんか会社に行って、うん、例えば机の上にじーっと座ってて何か考えるわけじゃないでしょう、うん、なんかいろんなところをうろうろ徘徊しながら何か思い浮かぶ、どういう時に浮かぶんですか。まあ、多分パラで動くと思うんですけど、いろんな一個だけのこと考えてるわけじゃなくて、何かの時に、まあ、例えば言葉なり何かが、そういう情景とかが浮かんでらっしゃると思うんですけど、その例えばこういう会社に行けば机があるわけじゃない、一応ありますあります。で、まあ、行ったら、行ったらどうするの、じっと座ってんの。まあ、なんだかんだと理由をつけては外出をするというパターンですかね、まあ、映画見に行ったりね、当時は、まあ、パチンコに行ったりね、まあ、いろいろ仕事じゃないですけどね。でもなんかまあ、クリエイティブっていうか、そういうのを体の中から、まあ、生み出す人って、こうじっとして、じゃあ、まあ、変な話、400字詰めの原稿用紙と向かってたってダメじゃない、そういうのだったんだ。まあ、いや僕は、まあ、なんていうのかな、そのやつくに向かってやる人もいっぱいいらっしゃると思いますよね。まあ、僕の場合は営業と一緒に行動することも多かったんで、まあ、麻雀行ったりね、営業と仕事中にですよ、まあ、向こうのデザイナーと打ち合わせですって言いながら麻雀やったりとかもしてましたけども、まあ、接待ではなくて、接待でもなくてお昼間から遊びで、まあでも、まあ、そうやって遊びながらでも頭の片隅には何か仕事のことがあって、そういう時にね浮かんだりするってことも当然あるでしょうし、お風呂に入ってる時に浮かぶこともあるし、寝ようと思ってお布団に入ると浮かぶんですよね、また。でそれを浮かぶんで何とか書き留めておこうと思ってでノートを傍らに置いて寝たりして、でハッといいのが思いついたと思って、で
そのノートに書き留めておいて次の日の朝見ると全然良くないですね。夜中にねラブレターを書いちゃいけないっていうのと同じでなんか自分でめちゃくちゃいいなと思って書くと翌朝見るととんでもないつまらない恥ずかしいそういうことが多いですね。そうなんだ、はい、大丈夫ですか。ごめんなさい。ではあのどんな作品がはい、はい、誰でも知ってる、ではね、私の作品ね、これは CM の方ですね。ある時1年前家の中白ありに出会った。どうも、私はシロアリ研究所。シロアリ研究所。ここでは例えばコンピューとか考えつつ、キャスティングも頭に浮かぶんですか。いや、この時のキャスティングはね、演出ディレクターが、まあ、連れてきたんですけれども、基本的に、まあ、ああいうあの被り物をしたああいうシロアリマンというか、うん、こういうのを考えたりとか、まあ、CM の流れは一応全部考えましたよね、うん、白いね。まあ、これはだからディレクターが3パターン作りたいということでね、3パターン基本の路線は私が考えたのをまたちょっと演出かなりにアレンジを加えて作ったんですね。これがあのいい家って言ってるだけなんですよね、いい家ってみんなに叫んでるとがデーブさんですね。デーブさんは僕と同い年なんですよ。あ、そうなの。そう、こっちの方が若く見えるでしょ。でもあの、うん、ほんとこうこれとかもしょっちゅう流れてるとかね、撮影してたらあなたただものじゃないねって言われましたよね、デーブさん。どういう意味だか分かんないけど、ただね、私は行ってないですけどね、沖縄の沖縄ロケですね。太陽光発電、太陽光でいいライフ。これはあのザ・スタッフっていうチームを私がね作りたいと思ってまあ簡単に言うと不細工な人ばっかり、不細工な連中ばっかりでね、グループを作ってるんで、スマップと間違えないかなと思ってこれ通しちゃいますね。そしたら頑張ってますね。笑ってますね、トシちゃん。ヤゴシだったらやってまいりましょう。宮地市長、パチンコ市は英語だとパチンコシティになるんだわ。では市役所で、ね、市会議員の方とねお話ししてましたけどね、またね、パチンコシティ名古屋の市長のことも出ちゃった時の話してましたけどね、ベガスってあのテラスも行くといっぱいありますね。あ、そうですか。これ瀬戸ですね、もともとね、とてもいい、ね、担当の方です。マスポテチョウよ、ありがとう。アミューズメントパークですもんね、うん。